チャピくんのリクサスをポールに車輪をかませたら、ポールを中心にくるくる回るので、いろんなところに行って、ぶち当たって動けなくなることがなくなりました。どうせくるくる回るので、これで十分だと思います。ちょっとおっかなびっくりしながらやり始めたけど、意外といつもより歩いてくれてるので、これで当分文句言われずに済むかなと思っています。ハイシニアとの生活頑張りましょう。